の病院、水道施設、発電車による緊急送電を行います。先頭の車両は大変緊急車です。停電や電線が切れた場合、いち早く現場に出動し処理する車両です。続いて低圧発電車です。この車両には発電機が配置されており、災害時は大規模に電気を送ることができます。この発電車は 75kW の総発電機を運転すること、一般家庭用20分で電気を送ることができます。いっぱい金取られたりする。